今日の絵本の名前はリンゴです。作者の名前は川端誠さんですね。リンゴです。男の子がリンゴの形を手で見せてますね。リンゴです。一つのリンゴ、かじった後ですね。リンゴです。ほとんど食べきった一つのリンゴですね。リンゴです。これはリンゴの種ですね。リンゴです。リンゴの種がちっちゃなプランターに変わってますね。リンゴです。さっきのプランターが大きな木になりましたね。そして花びらが咲いてますね。この花びらがリンゴに変わるんですよね。リンゴです。花びらに変わった大きな木になって、もうリンゴが大きくなってますね。リンゴです。4つの種類のリンゴがありますね。一般的なリンゴはこっちですね。まあ、黄色もあるってことですね。いろんな種類、1、2、3、4、5。6種類のリンゴですね。リンゴです。皮を剥いてる途中なんですけどね。リンゴです。お母さんがエプロンに象さんの絵柄と、この赤い点がリンゴですね。おそらくそういった意味だと思います。いただきます。お子様はいっぱいリンゴ食べてますね。終わりました。ありがとうございました。